皆さんこんにちは、ワダリグルビッシュです。今回はハーツオブアイアンフォー現代バットロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、フィンランド、日本と併合を進めてきた中、 NATO が参戦。中国ロシア陣営と NATO 陣営の全面戦争に突入しています。ロシア軍はですね、そんな中ポーランド、ルーマニア戦線で NATO 軍に対して前線をしていたんですが、人的資源が枯渇してしまって、このまま長期にわたって消耗戦を展開するのが難しいという状況になっています。そのため日本に駐留していた部隊の大部分を引き上げて、このポーランド戦線に投入したというのが現在時点になります。押されていて奪われたミンスク、これは奪還に成功したんですが、相変わらず人的資源が枯渇していて厳しい状況なので、残っている参戦していない最後の大国インド、これをなんとかロシア中国陣営として参戦させるために画策中というところです。ではゆっくり時間を進めていきましょう。現状インドとはですね、貿易協定まで結ぶことができたので、もうあと一押しですね。もうあと一押しできれば、インドが味方として参戦してくれるんじゃないかなというふうに期待をしています。で、続いて北欧の戦線なんですけども、スウェーデンはなぜか我々に割とですね、好意的な立場なので、このまま、このスウェーデンはね、うまく抱き込めるように頑張っていきたいと思います。で、ノルウェーに関しては今、国境沿いで戦闘中ですね。さて、アメリカ軍の強襲上陸を受けてます。これ、阻止しないといけないので、このトゥルクですね。トゥルクに部隊を送って、アメリカ軍の上陸を阻止したいと思います。ここで上陸されるとですね、北欧の戦線、ここがね、かなり厳しくなってきちゃうので、これね、なんとか、撃退していきたいと思います。アメリカ軍にもうこの辺りのね、制海権は完全に取られてしまってるので、アメリカ軍の強襲上陸はこの後も続くんじゃないかなと思います。なので、いち早くね、敵の、アメリカ軍の上陸作戦を見つけたら、これをね、潰していく。まあ、そういう運用でしばらくは耐えたいと思います。ルーマニア、ポーランド戦線なんですけども、進展がありました。分かれていた2つの戦線が繋がりましたね。このチェルノフツィのところで敵に足止めを食らっていたんですが、ここに駐屯していた NATO 軍を撃破したことによって、ご覧のようにルーマニア、ポーランドの戦線が完全につながりました。ここからはですね、戦線がつながったので、広く部隊を動かしながら NATO 軍の戦力が弱いところを見つけて突破を図っていきたいと思います。まだね、残念ながら、ためにしているインド、これの参戦がね、ないので、引き続きね、インド軍には参戦を期待したいと思います。そのインドなんですが、まずですね、軍事協力はできそうですね。軍事基地の設立、これが OK 出そうです。なのでこのままインドを抱き込むには、さらに軍事要請を行っておきましょう。まあ割とね、必要になってきそうな歩兵の装備、歩兵戦闘車、この辺り中心に要求を
送ってみます。軍事支援をしてくれそうですね。インドとの軍事協力が着実に進んでいるので、このまま、インドが協力じゃなくて参戦というところまで持っていけると、この苦しい戦局がね、動かせるかもしれないですよね。はい、ロシア海軍なんですが、壊滅した後はもう潜水艦による、まあ敵の行動制限ぐらいしかできなかったんですが、アメリカ軍の BB 戦艦ですね、これをなんと撃沈してくれています。まあ、これ一隻の撃沈でこの海軍同士の戦いのパワーバランスが変わるものではもちろんないんですが、まだまだロシア海軍、まあ、潜水艦ぐらいしかもう残ってませんけども、健在というのはね、お見せできたんじゃないかなと思います。日本の状況ですが、北海道、九州、このあたりに、日本の残存部隊の攻撃を受けてますね。まだかろうじて防いでいますが、周辺の制海圏確認しておくとですね、もう真っ赤です。まあ、いつ本土に直接上陸作戦を仕掛けられてもおかしくないというところですね。ルーマニア、ポーランドの戦線については完全に膠着状態です。インドの参戦が待たれるという中、先ほどご覧いただいた通りですね。インドからは武器の提供を受けるなど、一定の軍事的な援助をもらえるところまで関係がさらに進化しています。ただまだ参戦というところまで、来ていないので、なんとかね、インドに参戦してもらえるように引き続きインドへの外交、これを猛プッシュしていきたいと思います。では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、インドに対してさらにあの手この手を使って外交を展開していきたいと思います。